ありがとうございました。金子でございます。ということで、今日なんですけども、開店一番乗りでお魚屋さんに行ってきました。で、一番乗りすると、その日の目玉の商品の魚っていうのが、売り切れずに置いてあるんで、ワクワクしながら行ってきました。安くないこれ。2杯1000円、まあ、こっちはちょっとちっちゃいけど、こっち結構大きいよな。この人すげえ元気いいし、あ、こっちもちょっと大きい、あ、こっち大きいな。1300円だ、1杯。2杯で1600円、1杯800円ってことか。これ買っていくか。これ魚コーナー。わ、相変わらずここいいやりかがいつもあるね。スルメイカ、お、セミホウボウ、珍しいね。うわ、下ビラメン100円。こういう1匹半端な魚とかっていうのは朝一に来るとこうやって安く売ってるんですよ。チダイ、カンパチの子供、塩ですね、バンガレー、マアジ、ホウボウ、キンメダイ、マダイ、クロダイ、イサキ、イサキ鮮度いいねこれ、ツヤツヤだ、ツバス、ハイラガイがいっぱいありますね。よし、じゃあカニ買って帰ろうか。はい、というわけで本日の食材がこちら。よいしょ、これとこれ、ワタリガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、ワタリガニっていうことでね。安かったですね。あんまりにも安かったんで、たくさん買ってきました。僕、冷凍庫のストックにワタリガニとアサリの冷凍っていうのは必ずと言っていいほど入れてあるんですよね。何に使うかというと、毎朝のお味噌汁に使うんですけど、で、その安くてたくさんワタリガニを買って、冷凍で保存しとく使いやすい保存方法っていうのも今日はレクチャーしていきたいと思います。カニは取れる時に値段がぐんと下がりますんでね、安い時買っとかんと損なんでね、今日買ってきました。で、今日は3品作っていきたいと思います。1品目、ワタリガニの塩茹で。これ絶対外しません。もうワタリガニは塩茹でが一番うまいっていうことが立証されてます。で、2品目。ワタリガニの唐揚げ。僕ね、食べたことなくて、ちょっとやってみようかなと思って、唐揚げも作ってみようかなと思います。3品目。カンジャンケジャンはワタリガニを生で食べる料理なんですけど、だったらこの新鮮なワタリガニ、お刺身でも食べれるんじゃないかということで、今日はワタリガニのお刺身も作ってみたいと思います。そうしたら、オスのカニは爪が長いです。これが特徴ですね。メスのカニは爪が短いです。でも裏向ければ一発でわかりますね。オスの方は、ふんどしが、細長いシャープですね。メスの方はデブッチョで、ワタリガニの身自体はオスの方が美味しいと言われてます。今日分かりやすくオスだけ塩茹でにしていきましょう。メス6杯ですね。で、あと全部オスでした。そしたらオスはもう全部塩茹でにして、食べきれなかった分はご近所さんへ。で、メスのカニをお刺身と唐揚げにしていきましょうか。そしたら沸騰したお湯にお塩をたくさん入れていきます。あっちちち、かなり大鍋なんでお塩もたっぷりですね。で、そこにカニを入れていきましょう。で、カニを茹でるときなんですけど、これだけ大鍋でカニが完全に浸るんだったら、まあ気にせずボチャンと落としてもいいと思うんですけど、まあ基本的には甲羅を下にして茹でた方がいいみたいですね。そしたらこれで蓋をして、まあ大体10分から15分ぐらいぐつ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 と煮立てていきます。で、その間にこちらの刺身と唐揚げをやっていきましょうか。まずは汚れてますんで、ブラシで綺麗に洗っていきます。特にこの隙間ね、ここが汚いんですよ。このふんどしの隙間、ここも綺麗に洗ってなかったですね。ここもね、洗ってください。じゃあ、そしたら僕がいつもワタリガニを大量に買って保存してる保存方法をご紹介したいと思います。あくまでもお味噌汁用ですのでね。そしたらまず、ふんどしを取ります。めちゃ卵入ってますね。で、ふんどし取ったら、甲羅を開けます。鮮度がいいとね、結構剥がれにくいんですけど、頑張って剥がしてください。うわ、これ卵すごいな。ちょっともったいな、これ。で、まずエラを外してください。よいしょ。これメス茹でるべきだったか？ちょっと間違えたな。これはこれでまた後で茹でて食べます。で、エラ外したら、次、ここ、くちばしですね。くちばしを外します。こんな感じ。で、そしたら、ここ、半分に切ります。はい、半分に切れました。そしたら、この真ん中あたり、ここで一本、バスンと落とします。こうですね。こっちも一緒ですね。真ん中あたりで一本、バスンと落とします。こういう形にします。
で、渡りガニは後ろ足の付け根、ここですね、この部位が一番身が詰まってます。なのでここはお刺身とか唐揚げに最適ですね。で、逆にこの爪の方の部分っていうのはあんまり身がないんですよね。なのでここを出汁に使うと無駄なく使えますね。こう爪からもとってもいい出汁が出ますんでね。で、甲羅なんですけど、ここに口があって、口の後ろに砂袋っていうちょっとジャリジャリした袋がありますんで、これをねパコッと外すと甲羅の中身も気持ちよく食べることができますね。これですね、黒いやつ、これ、この黒いやつがこのジャリジャリする砂袋ですね。この状態にします。で、この状態になったらジップロックにこう重ならないように入れて、バーッと入れてね、だいたい1回のお味噌汁で使う分だけ小分けにして冷凍します。1匹でだいぶ出汁が出ますんで、こうしてジップロックに日付を書いて冷凍しておきます。だいたい冷凍庫で1ヶ月ぐらい持ちますね。これが僕の渡りガニの保存方法ですね。にしても卵がすごいな。大当たりだったか。うわ、これも大当たりじゃないですか。今卵がすごい時期なんだな。うわ、完全間違えたな。うわ、すごい。もうこれケジャンにしたら最高だよ。食いてー、ケジャン食いてまた作ろう。でもいくら家でケジャン作っても本場のケジャンにはどうしてもかなわないですね。これちょっとメス3杯普通に打ち込む食べたいんで、これは残しておきますね。唐揚げは卵ついたままそのまま唐揚げにしたのか。このまま唐揚げにしちゃいたいと思います。うわ、めっちゃ腹減ってきた。このお酢を刺身で食べましょうか。よかった、お酢1匹残ってて。うわ、でもこのお酢も鮮度いいな。うまそうだ。はい、そしたら後ろ足のとこだけ今日は調理していきましょうね。で、こう爪のところはもう冷凍しておきます。さて、15分経過しまして、いい感じに茹で上がりました。そしたら今日はこちらの大皿に盛り付けていきます。すげえ面だなこれ。はい、これで渡りガニの塩茹での完成。そしたら刺身を作っていきましょうか。ちょっと卵のとこもせっかくなんで刺身で食べよう。このオスとメス、この2本刺身にしたいと思います。で、残りは唐揚げでいきたいと思います。で、刺身も唐揚げもなんですけど、こうやってね、ここに殻がついてますんで、殻を多少外します。硬いと思いますんでね、これはここですね、ここ外してあげる。そうすると綺麗なプリンとした身が出てきますんで。で、オスよりメスの方が身の詰まりがいいですね。これめちゃくちゃプリンとしてますもんね。輝きが違います。これメスね、こっちオス。楽しみだな。サムネ用にさばいたやつもあるんで、これも追加しましょう。そしたら唐揚げ用の渡りガニなんですけど、軽く下味をつけましょう。酒とで、お醤油、生姜をすって、生姜を軽く入れておきましょうか。ここに身をつけておきます。こんな感じですね。これで10分ほど置いておきます。で、次は刺身の仕込みですね。刺身はね、まあでもこのまま食べてもいいかなと思うんですよ。うん、いいかなと思うんですけど、ちょっと一回締めたいですね。締め方もいろいろあって、まあ、酢で締めるのもいいし、まあ、氷でキュッと締めるのもいいんですけど、今日は僕の大好きなこれで締めましょうか。すだち。で、コップに渡りの身を入れて、で、そこにすだちですね。すだちを切って、で、皮目を下にして皮の香りもしっかりと入れていきます。すだちだけだと香りが強すぎると思うんで、日本酒もちょっと入れましょうか。これで冷蔵庫で20分ほど寝かします。はい、そしたら10分ほど経過しましたんで、唐揚げを作っていきたいと思います。ここに片栗粉をサササササーとかけます。この身のとこだけで大丈夫ですんでね、身のとこだけしっかりと片栗粉を打っていきます。よし、いい感じですね。はい、そしたら揚げていきます。お、いい感じに揚がってきましたね。お、そろそろ OK ですね。よし、甲羅も上がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。
はい、では最後にお刺身を作っていきましょう。いい感じにこう締まったの分かりますかね。表面が白くなって軽く花が咲いた感じですね。で今日は夏らしく氷をびっちり敷いてその上に盛り付けていきたいと思います。でここに花を少し添えて大葉を敷いて、でそこに1本2本とで卵も乗せます。で、すだちを切って添えまして、もみじの葉っぱもちょんちょんと添えれば、はい、渡りガニのお刺身の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっとカニはこれインパクトでこんだけ持ってありますけど、実際今日食べるのは1杯で十分なので、メスとオス1杯ずつ別に分けますね。これは配りますよ。こうご近所を回ってって、こう玄関の前にポンポンと渡りガニを1杯ずつ置いていくっていう作業をしますからね。危ないよ。まあ、というのは冗談です。そんなことしたらね、通報されてしまいますんでね。まず気になっているお刺身食べていきたいと思います。めっちゃうまそうじゃないですか。これすだちでだいぶ味がついてるんで、まあ、このままでも美味しいとは思うんですよ。まずこのままいただいてみますか。いただきます。うーわ、うんま。これこんなうめえの、渡りガニの刺身って。ちょっと醤油つけてみましょうか。うわ、うま。伊勢海老とかあっち系全然生臭くないよ。でこれすだちで締めたの大正解ですね。いい感じにカニの水分が出てこう締まるんで、旨味が凝縮されてる気がしますね。よりプリプリになってるというか、普通の生で食べても美味しいとは思うんですけど、今締めることでより一層旨味が強くなってるような感じはしますね。ちょっとこの未知数の卵いきますか。卵はすだちをもっとたっぷりかけて、で醤油にもちょっとつけて、これ渡りガニの生の卵どうなんだろう。いただきます。めちゃめちゃうまいな、これ。なんかようわからんけど、うまいっすね。例えようのない味。クリーミーとか濃厚な感じの味ではないんですけど、若干の渋みがあって美味しいな。な、生ガキとかあっち系に近いぞ、これ。これびっくりだな。こっちお酢ですね。お酢の渡り、いただきます。変わらんな、お酢もメスも。お酢の方が身は美味しいって言ったけど、わからんな。うまいわ、どっちも。次はこちら。渡りガニの唐揚げいただきましょう。熱いうちにね。じゃあいただきます。うめえ。これはこれでうめえな。あ、でもちょっとね、薄皮が気になるかな。もっと綺麗に取った方が良かったかもしんない。唐揚げにしたらパリパリになって食べれるかなと思ったんですけど、これはちょっと硬いな。足は食べれるかな。うん、食べれるけどちょっと硬いな。二度揚げが必要ですね、足は。さあ、じゃあ渡りガニの茹でをいただきましょうか。こっちがメス。おい、こういう時に限ってハズレじゃないの。ちょっと他のメス開けてみますね。これは良さそう。結構重たいよ。あ、これ良さそうですね。卵入ってます。ほら、もうギッチリギチ。これがうち子です。さっき生で食べたところですね。うまっ。茹でるとホクホクしてうめえんだ、これ。ここが甲羅のここにも入ってますんでね。これうち子ですから。うまっ。で次はお酢。エラを取って半分に割って、でさらに半分に割って、ここの膜を取って、でこれを豪快に。うめえ。カニの動画のたびに僕これ言いますけど、カニは汚く食べるぐらいがうまいんですよ。はい、銀色のやつ。早く飲みたい。この落ちる速度すらも惜しい。5対5ですね。いただきます。あ、うめえ。ほんとカニで一番好き味だったら。数字ゆっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日はお値打ちだったカニをたくさん買って、初めてワタリガニのお刺身っていうものを作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいよ。本当にびっくりするよ。またケジャンとは違った美味しさですわ。ただ食べるところが少ないので、結構贅沢なお刺身かもしれない。ただ、ワタリガニって、ネットでは寄生虫がいるから生食は危ないとかいう記事もちょいちょい見かけますんで、まあ、自己責任ですね。まあ、お刺身全般ですけどね、魚を生物で食べるっていうのはある程度リスクを背負わないといけないんですけど、まあ、ワタリガニはまた特にちょっとリスクがあるのかなと思います。なので、やる方は自己責任でお願いします。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。